加藤和彦は日本の音楽家。作曲、編曲、音楽プロデュース、発言楽器や鍵盤楽器などの演奏、歌唱を通じて制作者、実演家として活動した。愛称は、との番。1960年代後半にフォークグループ、ザ・フォーク・クルセダーズでデビュー。その後、ソロ活動に移行し、並行して九百七十年代初頭から中盤にかけて、 ロックバンド、サディスティック、ミカバンドを結成するなど、斬新なアイデアに満ちた創作活動で、1960年代後半から70年代の日本のミュージックシーンをリードした。1977年、作詞家の安井和美と再婚。安井が病に倒れる1990年代初頭まで、作詞、安井和美、作曲、加藤和彦のコンビで、通称、 ヨーロッパ三部作などのソロ作品のほか、数々の作品を他ミュージシャンに提供した。また、時代の先端を行くファッショナブルな二人のライフスタイルも世間の注目を集めた。さらに、1980年代から映画、舞台音楽、1990年代後半からは、スーパー歌舞伎の音楽など、ポップミュージックの垣根を越えた、様々なジャンルの音楽も幅広く手がけていた。 京都市伏見区に生まれる。生後すぐに神奈川県に移り、小学校4年まで鎌倉と寿司市で過ごし、その後京都に戻り1年で東京に転居、高校卒業まで日本橋で育つ。加藤自身、実は江戸っ子なんですと述べている。1963年に発表されたボブ・ディランのくよくよするなよに影響を受け、ギターを始める。1965年に、 東京都立竹野大高等学校を卒業後、仏師だった祖父の後を継ぐ、気持ち半分で、京都市伏見区の実家に近い仏教系大学、龍谷大学に入学。この頃から、アマチュアフォークグループ、ザ・フォーク・クルセダーズの活動を始める。1967年、ザ・フォーク・クルセダーズの解散記念として、自費で、アルバム、ハレンチ・ザ・フォーク・クルセダーズを制作。 その中の帰ってきた酔っ払いに対するリクエストがラジオ局に殺到し、プロデビューの話が持ち込まれる。加藤は難色を示したが、北山治の説得を受け、留国大学経済学部を中退。東芝音楽工業株式会社と契約し、1年限定でプロの世界に入る。1968年、ザ・フォーク・クルセダーズの2枚目のシングルとして予定していた。 イムジン側が発売中止となる。同年7月1日、水虫の歌をアルバム、紀元2000年の先行シングルとして発売した。彼らは曲に合わせていろいろな名前を使い分け、このシングルは、ザズートルビーという名前で発表した。1968年10月17日、ザ・フォーク・クルセダーズが解散。1969年にシングル、 僕のおもちゃ箱を発表し、ソロ活動を開始。同時に作曲家としての作品提供も始め、キングストントリオのメンバーであるジョン・スチュワートにちなんだ、ジョンというペンネームを用いて、自身のファンクラブ、クラブジョンを設立し、楽譜の出版なども行う。シンガーとしては、どの番の愛称に示されるような、どの番の影響下にある歌唱法を確立していく。この時期は、頻繁に、 ロンドンを訪れ、吉田克行と知り合う。1970年7月に、福井美香と結婚。1971年4月5日、北山治との連名によるシングル、あの素晴らしい愛をもう一度発表。1971年11月、妻の美香をボーカルに据えた、サディスティック、美香バンドを結成。ロンドンポップ、グラムロック、レゲエ。 琉球音階などを導入するなど、実験精神にあふれたサウンドを展開。1973年には、英国滞在時にザ・ホーク・クルセダーズの印税を投入して購入した PA 機器 w ェ m を用いて、日本初の PA 会社、ギンガムを設立。同年、ナショナル住宅建材株式会社の CM に使われた、家を作るならおそろ名義でシングル発売。 1974年、クリス・トーマスのプロデュースによるサディスティック・ミカバンドのセカンドアルバム、黒船を発表。その後、ロキシーミュージックのオープニングアクトとしてイギリスツアーを行う。1975年、ミカと離婚し、サディスティック・ミカバンドは解散。1976年、シングルシンガプーラを発表し、ソロ活動を再開。翌年には、 同シングルの作詞を手掛けた安井和美と再婚し、以後安井とのコンビで数多くの作品を発表した。1979年ワーナーパイオニアに移籍。1983年 CBS ソニーに移籍し、ソロアルバムあの頃マリー・ローランさんを発表。同年村上隆原作の映画大丈夫マイフレンドの音楽監督を務め。 以後多くの映画音楽を手掛ける。1980年代後半からは舞台音楽も手掛け、スーパー歌舞伎を加藤と共同で制作した市川猿之助は歌舞伎史上初めて洋楽オーケストラを歌舞伎に取り入れたと語った。1985年6月15日、国立競技場で5万人の観客を集めて開催された国際青年年記念イベントオールトゥャザーナウに、 サディスティック、ユーミンバンドとして出演。1987年、東芝 EMI に移籍し、ソロアルバム、マルタの鷹を発表。1989年、サディスティック、ミカバンドを再結成。ボーカリストとして霧島カレンを迎え、アルバム、アッパレを発表。1991年2月、安井和美との最後の共作となった、ソロアルバム、 ボレロカリフォルニアを発表。同年8月には、画家の金子国義 CG アーティストの小野春彦と共同で日本初のマルチメディアソフトアリスを制作。1994年、安井和美が死去。1995年、クラシック音楽のソプラノ歌手、中丸道へと再再婚。1996年9月から NHK 趣味百科。 アコースティックギター入門2講師として石川隆彦と共に出演。教材としてあの素晴らしい愛をもう一度などを取り上げた。10月にはフジテレビ系ポンキッキーズ挿入歌として西田光とのデュエット曲メロディーを発表。2000年中丸トリコン。2002年ザ・ホーク・クルセイダーズを新結成。同時に催された新結成解散コンサートは 市川猿之助と共に、歌舞伎の工場で幕を開けた。2005年、プレイステーション2用ゲームソフト、天外魔教3涙の音楽を担当。四季に、佐藤豊、演奏に新日本フィルハーモニー交響楽団、歌手にサラブライトマンを起用した。2006年、サディスティック、ミカバンドを再々結成。ボーカルに、木村カエラを迎え、アルバム、ノルキソスを発表。 2007年には、坂崎孝之助とのユニット、和幸を結成。第一期ソロ時代の楽曲、不思議な日なども取り上げた。2008年3月、加藤を中心として、小原綾、屋敷、豪太、土屋まさみが集まり、男よ忍者無才と、アンザをボーカルに起用し、バイタミン、旧フィーチャリングアンザを結成した。バンド名は、エレクトリックギターやベースのパーツとして使われる。 オイルコンデンサーの名前から取られている。同年12月、バイタミン級発表。2009年10月2日、東京国際フォーラムでの松藤や弓のコンサートにゲスト出演し、黄色いロールスロイスにギターとボーカルで参加。これが、公の場に姿を見せた最後の機会となった。2009年10月17日、長野県北作郡軽井沢町のホテルで遺体となって、 発見された。死因は首吊りによる自殺と見られている。去年63。2009年12月10日、北山治と坂崎幸之助の主催で、加藤和彦さんをしのぶ会計系ミーティングが行われる。生前の関係者が多数参加し、500名ほどが参加した。2012年3月に NHK ハイビジョン特集にて、 安井の闘病生活を題材とした単発ドラマ、優雅な生活が最高の復讐であるが放映され、安井役を麻生由美、加藤役を袴田義彦が演じた。加藤と安井が友人たちと通った、レストラン、キャンティスタジオアルバムベストアルバム、作品集オムニバス、ライブサウンドトラックイメージアルバムトリビュート、その他50音順、アルバムは太字で表記。 あ行、か行、カギョ行、な行、は行、タ行、や行、ら行、ョ行,行,行,行、その他作曲のみに限定して約3000曲安井和美との共著書籍その他ありがとうございます